こ？え？そう、今行くよ。間に合った。はい、コインチョコ。ありがとう。でもなんで急いでるの？信じられないと思うけど、あれ？未来の僕からの手紙じゃないじゃん。シューの仕業だね。はあ、負けを認めるよ。怒らないで。新しいクラフトでコインチョコが必要なの。もしかしてタイムマシン？すぐわかるわ。こんにちは。みんな準備はいい？事前に色を塗っておいたわ。わお、やっぱりタイムマシン？ううん、コインチョコの自動販売機よ。楽しみにしてて。透明だからコインチョコが見えるの。熱接着剤でくっつけてね。大人に手伝ってもらうといいかも。タイムマシンも便利だよ。本当にあったらいいわよね。時間が戻せたら最高。未来に飛ぶのも楽しそうね。やりたいことも全部できる。いい感じ。本当にやることがいっぱいだね。ありがとう。タイムマシンがあったら効率いいのに。僕はもっと違う使い方をするかな。私のアイデア良くない？すごくいいと思うんだけどな。だって食器を洗うために過去に戻るの？僕ならずっとチョコを食べるよ。永遠に食べ続けるの？想像してみて。食べ終わったら数分前に戻ってまた食べる。サムチンに同意する人は高評価をしてね。タイムマシンは準備が大変そう。みんなそう言うけど、なんで？塗るだけじゃん。歯磨きほど簡単じゃないでしょ。これがドアのバリア。下に作るためにはコインが必要よ。毎朝歯磨きが終わった後の未来に飛べたら最高。チョコですぐ汚れちゃうけどね。クッキー、スプレッド、アイス、ワッフル。長くなりそう。マシュマロ、チョコフレック、ハニーフレック。この動くパーツのおかげでコインチョコが落ちるの。こんな感じ。いいでしょ。スパゲッティ、チーズボール、クラッカー。ストップ。でも好きなんだよ。この輪ゴムは自動販売機のドア用。タイムトンネルの入り口みたい。サムチン、行ったことがあるの？私に何も言わずに？行ったことがないけど見た目はわかる。映画に出てくるじゃん。サムチンの専門分野ね。そうだよ。これがドアの仕組み。チョコを下に押してくれるの。シューは釣りが好きなの？何の話？私はファッションに夢中だから釣りする時間なんてないわ。この紐はクラフトのため。ドアを動かす役割があるの。でも釣りも楽しいよね。のんびり夕日を見ながら。時間経つの早そう。ポン。余分な部分は取り除いて、糊で固定。ここの装置は準備 OK。 サムチンが釣りのことを考えている間に本体を作りましょう。そうそう、チャンネル登録と通知ボタンのオンも忘れないでね。さっき頼んだパーツできた？穏やかで波が聞こえてプカプカ浮かぶ。サムチン、釣りが新しい趣味になりそう。
クソに老けていたらもうこんな時間。それこそまさにタイムトラベル。サムチンが作ったハンドル上手にできてる。これでオッケー。今作ってる装置はチョコを機械に押し込むな。本当に不思議。時間って経つのが早い時もあれば遅い時もある。何をやっているのかによるわよね。例えばクラフト中はすぐに時間が経っちゃう。漫画を読んでる時もね。気づけばもう最後のページ。好きなことをしているとそうよね。私はクラフトとファッションが好きだけど釣りも楽しそう。これを本体にくっつけて、次はタイムマシンを作ろう。いいデザインが。そうね。ここを切ったら見て、紐を引っ張るとこう動くの。完璧。なんでスーはタイムマシンが作れないって思うの？まずはこれを完成させてから。それにタイムマシンを作るためには設計図が必要よ。設計図？簡単だよ。ベースが完成。次に行きましょう。次に作るのは機械を動かすためのレバー。大人に手伝ってもらってね。サムチン、タイムマシンの設計図さえ作るの難しいでしょ。また僕のことを甘く見てるね。ちゃんと作ったよ。もう？どうやってタイムトラベルするの？革命的で簡単。本当に？ちなみに今作ってるのはレバーのベース。ね、サムチン、計画を教えて。ワッフルの上にチョコを乗せて。タイムトラベルの話？続きがあるよ。チョコを乗せたらお皿の横にカメラを置いて。待って、タイムマシンを作るわけじゃ。いいから聞いて。カメラでワッフルが消える場所を確認するんだ。レバーを本体にくっつけましょう。ここに通したら、糊で固定。シュー、僕の計画はタイムマシンの仕組みを解明した後に作るんだよ。でもワッフルはタイムトラベルしないわ。何？どういうこと？じゃあ、なんで食べ始めて1秒後には全部なくなってるの？それはサムチンが全部食べちゃってるからでしょ。そうかな。スーが間違ってると思う。とにかくもう少し練った方がいいわ。見て、完成よ。スー、飾り付けは？そうね、サムチン。じゃじゃーん、金色が素敵。ボン。コインチョコもね。もちろん主役だからね。中に入れましょう。よし、待ってました。これでコインチョコはすべてこの中に保管できる。クラフト作りが楽しかった人は高評価と通知ボタンのオンを押してね。サムチン、最初のコイン出す準備できた？うん。このチョコでタイムマシンのアイデアを生み出してね。やった、かっこいいタイムマシンを作る。私は洋服のデザインよ。コインもう一つちょうだい。どうぞ。みんなもぜひ作ってみてね。最後に高評価と。シュー、もう一つ。もう全部なくなっちゃった。
っぱり未来に消えちゃってるんだ。今すぐタイムマシンを作らなきゃ。もう、高評価とチャンネル登録、それに通知ボタンのオンをお願いね。バイバイ。